とってみれば今夜は大きなチャンス、あるいはこの試合の結果いかんによっては一つの大きなターニングポイントになるかもしれない。さて第6試合のミドル級戦、イブダが切って落とされた第1ラウンド、金原博光対金井一郎の一戦。伊藤選手、はい、これ金井は、まあ、本当何度も言いますがチャンスですよね、これ。そうですね、今日はね、これは金原さんパンチ来ますね。そうですね、まず打撃で来てまいります。蹴りに来ると、あ、蹴ってくると思いますけどね。そうですね。さあ金原の黄金のローキック、まあ、まだそれは出ていませんが、まずはパンチから出ていった、それに対する金井一郎も打撃で勝負だ。さあミドル出てきた、ローキック出していった金原、まあ、まずはこの金原は、まあ、ここパンクラスにおいては5戦これまで戦っております、はい、まあ、そして今夜で6戦目になるわけですけども、はい、まあ、金原本人はこれ、まあ、いわゆる胸を貸す立場とい まあ、そういった気持ちも若干はあるかもしれませんが、やはり勝ちが欲しい、もう必死だと思います金原さんもですよね、はいはい。さあそういった金原も前回は、6月の1日後楽園ホール大会でグラバカのケイ山宮との対戦もありますが判定で敗れております。一方の金井一郎、このファンクラスにおいては2007年の戦いになります。5月後楽園ホール、瓜田幸三、瓜田幸三よりしかしながらこれ TKO で見事な勝ちっぷりをアピールしていますが、なかなかこのスポットライトを浴びるようなそういった、ね、結果が出ないんですね。さあそういった意味で今夜のこの金井一郎のパフォーマンス、大きく追い込んでいった、足を避けていったのは金原です。離れていった冷静沈着な表情なのが金井一郎です。これ打撃全くもって両者まずは打撃の色を譲りません。そうですね、これ伊藤選手、このところの金井はどうですか、どんな風にご覧になってますか。まあ、久しぶりで練習もすごいテンション高かったんで、はい、いい結果出ると思いますけど、はい、特にどういったところ力を入れて練習してましたかね。まあ、もう久々の試合で全般ですよね、まあ、ボクシングはずっとやってるんですけども、はいはい。まあ、そういった意味でまずこの今年2008年度に至っての金井一郎の結果をしっかりと明確に残しておきたい、はい、そうですね、勝って惜しいところで怪我して欠場というのはありましたからね。そうなんですよね、はい、そういった意味ではなかなかこの勝機勝運に恵まれない、お互い勝ちたいですよね。そうですよね、はい、さあまずそういった足を手繰っていく、抱えていくのは金原ですが、このまま下に、しかし金井のしぶとい、うまくバランスを保っている、これです、膝を与えていく、おお、キック飛んできた、詰まっちゃった、一旦後ろに下がりつつもまた足を探っていくのが金原ですが、うまくバランスでしのいでいく金井一郎、バックに回った金原、さあその金井の、これカットがありますね金原、蹴りですかね、あ、パンチですかね、パンチが当たったんでしょうか。左の目尻あたりが今切れています。今ここでドクターチェックがかかります。タックル行った時とかですかね、ぶつかったカウンター気味か何かのものがあったのかもしれません。さあ現在ドクターチェックが施されております。第6試合のミドル級戦です。タックル切った時にパンチ入れてみたいですよ。さあ花井一郎はこのままワンツー、いわゆる金井にしてみればこのレジェンドたる金原をこのリングに、このマットに葬りたいという、まあ、一つのそういった大きな目標夢もあります。おー、それと出していった、金井のこのボクシングフォーメーション随分キレを増しています。この状態踏み込んでいった、
生粋のパンクラス、パンクラシストとして金井一郎がこのパンクラスロードを歩んできたが、ここに来て一つ、おっと金原が倒れ込んだ、これあここで抑え込んでいくのか金井一郎が、さあこの首元捉えていった、しまっていった、さあ大きなチャンスを迎えた金井一郎、これここであとは絞り込んでいきたい、どうだ、残り時間10秒切った、渾身の力を込めて絞っていきたいのは金井一郎、ここで決めておきたい、ここでゴング、わお、いやー伊藤選手、はい、まあ、殴ってたら終わりそうでしたけども、まあ、あの練習してたんで、ええ、それに勝手に出ちゃったんじゃないですかね、なるほどですね、はい、まあ、これは良かったのか悪かったのかというと、まあ、次のラウンドでですよね、まあ、でもかなり優勢、だいぶ優勢ですね、いやー、はい、でもこれ見事でしたよ、この金井の、はい、ダメージ残ってると思いますね、金井さんとは、はい、あの一発、うまく的を捉えた金井の一発がありました。さあそれに対する金原博光がやはりこのカットのダメージも若干もあるでしょう、そのダメージによる体力の低下あるいはスタミナの低下もあるのかもしれません。第2ラウンド